はい。土曜日ですは、1966年12月3日から1982年3月27日まで、富士テレビ系列放課で生放送された、関西テレビ制作の朝のワイドショートーク番組である。放送時間は、1980年3月までは、毎週土曜9時10時25分、同年4月以降は8時30分9時55分。 2020年現在放送中の土曜は何するに至るまで50年以上にわたり続く関西テレビ制作の土曜午前帯のワイドショー番組における最初の番組である。もともとこの時間帯は富士テレビ制作により FNSK 全国ネットで放送されていた帯番組小川博士賞が月から土の週6日編成で放送されていたが、 1966年11月に土曜日の放送を打ち切り、富士テレビの意向でその枠を、順位キー局の関西テレビに譲って本番組が開始された。ただし、開始当初は小川博師賞の土曜版という位置づけであり、テーマ曲もアレンジ曲が使われていた。また、初回の放送には小川博史もゲスト出演している。プロデューサーは小銀久一。 ウィークエンドモーニングショー系列に次ぐ2番目に誕生した在阪局制作のワイドショー番組である。1982年春の改編で小川博史賞が終了するため本番組も3月27日をもって終了15年4ヶ月の放送に幕を閉じた。そして小川博史賞も4日後の31日で終了した。放送開始当初は総合司会に 漫才師で俳優のなんと、ゆうじ、アシスタント役に、元宝塚歌劇団、男役トップスターの藤里美穂と、鈴木博夫を起用していた。後のなんとの病気交番に伴い、1967年6月からは、落語家の桂米長が、メイン司会を受け継ぎ、ほどなくして、SF 作家の小松佐京がレギュラーとして参加。このか西洋史学者の間ゆうじと、 薬師寺住職の高田光院、E.H. エリック、タワラ萌子、文化人類学者の石毛直道が、準レギュラーとして出演した。また、イーデス・ハンソン、藤本時子、小城と、芥川まみ子などが、歴代のアシスタントを務めた。当初は硬派なトーク番組だったが、後にゲストを迎えて、トークをする形式に変更された。 1976年頃まではオープニングで前述のテーマ曲を BGM にして体操を行い放送当日の内容紹介を行っていた。そして最後にはフジネットワークのマークと制作著作関西テレビのテロップとネット曲一覧を表示した。1975年からは番組アシスタントの桑原翔平が毎週日本各地または 世界各国で体を張って危険なことに挑戦する、進む平の挑戦。のコーナーを放送。坂戸アからの中途採用ゆえに、局内で不遇を囲っていた桑原の名を、一躍全国に知らしめた。トレトレ、全国天気外教のコーナーでは、関西テレビのお天気キャスター、日本気象協会の福井敏夫が、気象衛星ひまわりからの画像を交えて、気象情報を伝えていた。 このコーナーは後の番組にも引き継がれた。他に高田公院がお経を読むコーナーもあった。系列は当時の系列。ありがとうございます。